それでは今日は特別の集会を持ちたいと思います。最初にお祈りをいたします。天の神様、私たちは神様の子供として御霊なる神様を、そしてイエス様を内側に持つことができました。感謝いたします。そして神様の子供として聖霊に満たされ、御霊によって歩みなさいとあなたは私たちに命じてくださいました。しかしそのようになかなかできない現実に苦しんでおります。パウロもまたそうでありました。今日ローマ書を通して、特にローマ書を通して私たちにそのことを教えてください。そして私たちが知識において、霊の知識においてまず正しく知って、そして祈り求め、神様にあるところの解放を、豊かな豊かなクリスチャン生活を送ることができますように、今日の学びを祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は3つの法則ってことでお話をします。後で順次話しますけれども、霊信仰の法則っていうことがローマ書の3章に書いています。次にローマ書の7章に罪の法則というものが書かれています。次に8章に入りますと霊の法則と書いていますから、信仰の法則、罪の法則、そして霊の法則、この3つの法則についてお話をしていきたいと思います。まずここにあるんですけれども、ここから説明していきたいと思います。これはまず人間の音は何かっていうことをお話しした時に使っているものです。私たち人間はこの3つに分けて考えるととてもよく人間を理解できます。まずあなたは心を尽くし、あなたは力を尽くし、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主を愛せよっていう言葉が申命記の6章の中にあります。そうするとあなたっていう存在は力と心と精神っていうものに分解して考えることができます。力って言いますと、なんかこのパワーのように思いますけれども、そうではなくてソーマって言って、これは肉体のことでした。心はプシケって言って、このまま心でいいと思います。そして精神、これが実は問題です。私たち精神っていうと大和魂とかですね、何かそういったようなイメージを持ちます。でも聖書でこの精神っていうのはこの世界に実はないんです。ですから表現することはできません。聖書ではプニューマと言います。プニューマっていうのはどういったものかって言いますと、神様はまず私たちを土の塵で作りました。土の塵でしたね。塵っていうのはこれは自然生命のことでした。まず親から私たちは生まれました。食べ物も食べます。それからこの人間関係、こういったことも私たちに必要ですね。私たちは親から生まれた体と心、これを生かす部分、これが土の部分です。そうすると土から泉が湧き上がっていって、創世記の2章の6節に書いてるんですけれども、土から湧き上がった泉は私たちのこの土の塵で作った肉体と心、こことここを私たちに生かしてくれます。しかし神様は土の塵で作って、そこに命の息を吹き入れられました。これが息、これがすなわちルアハといって、精神って言われるプニューマっていうものと同じです。だから神様はご自分の息っていうのは神の霊のことです。そしてもうちょっと単刀直に言うならば、それは神ご自身の命。人間は土の塵で作られた、両親から生まれる、それでは生きるものではない。神様の命の息をいただく、神の命をいただく、それによって人間は生きるものになっていくということでした。命っていうのはいつも定義することが大事です。
命はどこにあるか。普通私たちは心臓にある、脳にあるとかですね、体が動くこと、そういったことを命と思ってますけれども、それは正しい定義ではないんですね。命の定義は、これは一人の内側にはないんです。そして命は誰かと私、この間にできるものなんです。例えば親子、この中に命があるわけですね。夫婦、この中に命があるわけです。どうして私は親を求めるのか、どうして伴侶を求めていくのか、どうしてまた子供が欲しいと願うのか、それは命を求めているからです。そうです、私たちの命はつながりと交わりにあります。ただし、これは神様とつながって交わるときに、私たちは本当に人間として得るべき、得なければならない命をいただくのは、神様とつながって交わるときに、私たちは本当の命をいただくことができます。この土の塵の部分で、ここのところで誰かと交わっていく、親と交わる、伴侶と交わる、これは人間にとっての本当の命にはならないんです。人間の命なんですね、限界があります。そしてしかし、残念なことに、アダムとエバのところに時に、彼らは土の塵で作られて命の息を与えられていたはずなんですけれども、ある時から彼らは自分たちで生きようとしました。神を無視して自分で生きるということを選んでしまったんですね。その時に神様とこの関係は断絶してしまいました。断絶。そうすると神の命は来ません。来ませんから、私たちは土の塵で生きなければならなくなります。そして今度は、死っていうのは何かって言いますならば、死っていうのは誠の神様と断絶することです。そしてそれを聖書では罪というんですね。だから人間の罪っていうのは断絶にある。そして自分の命で生きなければなりません。そこでこのここに人間をです、半分にこの分けました。こちらを罪人、こちらを神の子というふうにして分けました。罪人っていうのは、ここが断絶してますから、ここに入るべき命、それが人間にないんですね。これがない。そうすると心と体で生きていかなければならない。でも人間は知ってるんです。ここが命だから、これを満たさなきゃいけない、これを満たさなきゃいけない、でなきゃダメだと思うんですね。そうすると神様からしかここに来ないはずなのに来ないので、自分で満たし始めます。心でここのところを何とか満たそうとする。そして体でここのところを満たそうとしていく。そしてこっちに求めて、こっちに求めて、仕事に、会社に、そしてお金に、物にと言っている。でも実はこれを満たすことはできないんですね。これは神の命がここに来るところであって、この世にはないんです。この命はないわけです。ですから満たすことはできない。満たすことはできなくても、ここがなければ人間は生きていけないから、こういうふうに生きるしかなくなってしまうんですね。そこで人間の生き方は自己中心となります。徹底的に奪うということです。結婚も相手のためじゃないですね、自分のためですね。子供も産むっていうことも相手のためというよりも自分のためになってしまうんです。自分を満たそうとすることです。それを私たちはですね、自己中心といって罪と思うんですけれども、人間の罪はこれでは本質的にはないんです。人間の罪はここにあります。ここに。そしてここのところが断絶してるから、ここに命がない。命がないから、こちらに受け取っていこうとする、この生き方をしてしまうんですね。これを罪人と言います。さて今度は
聖書を見ますと、この問題を解決するためにイエス・キリストが私のところに来てくださいました。そして詳しく今話すことはできないんですけれども、イエス・キリストが私たちのここのところを解決してくれたんです。これがイエス様の十字架でした。そうすると今イエス様の十字架によって神様の命は私たちの内側に入ってきたんです。信じる信仰によって私たちは神の子供となりました。そしてそれを聖書はもう少し具体的に、御霊の内住、聖霊が私たちに与えられるということでした。これは神の命を表します。そして聖霊が内住するってことは、これはイエス様が内住するってことと同じに考えても大丈夫なんです。なぜならば聖霊っていうのはイエス様は言いました、私のものをあなた方に与えるって言いましたね。そして聖霊の働きは私たちをイエス様に連れていくことだったんです。だから聖霊とイエス・キリストは一つになっている。一つになっているから、具体的にはイエス様はここにいるっていうよりも聖霊がここの中にいてくださるんです。そして聖霊は私に神のもの、イエス様のも与え、私たちを神様の子に連れていく、あるいはまたキリストの体を作る、そして私たちを通してキリストの技をしていく、これが聖霊の働きだったんですね。さてまずここに私たちは救われたんです。それはここに神様の命を持ったっていうことです。しかしここからが今日のですねテーマであります。ここに神様の命を持ったから、私たちは幸福にして人を愛して、自分自身をコントロールして、体もコントロールしてですね、節制したりなんかして人々を愛し、家族を愛し、隣人を愛し、いろんなことを幸福にするっていうふうにしてできるはずです。実にイエス様は幸福に行きましたね。人々のために自分の命を捨ててきました。しかし私たちはここに命を持って救われて神の命を持っているけども、こう生きられないんです。これにみんながこの直面しているんですね。そこで人々はこういうふうに考えてしまうんです。それはこうです。そうか、もしかしたらこの聖霊、パウロがいただいたのは大きな聖霊で、私がいただいたのはちっぽけな聖霊かもしれないと、こういうの考えを持つんですね。じゃあどうしましょうか。もっと聖霊をいただかなきゃいけない、もっと聖霊に満たされなきゃいけないって形で、あたかもですね、上からもっともっともっといっぱいいっぱい溜め込まなきゃいけないんだっていう感覚を持ってしまうんです。これはどうでしょうか。よく聖霊に満たされる習慣を持ちましょう、断食してこうしてもっともっと激しく祈りましょう、そして聖霊をもっともっと止めたら私はもっとこういうふうに生きられるはずなんだ、病気も治る、家族の問題も解決する、あの問題もこの問題も奇跡も起こる、それはもっと聖霊をいただければっていうふうにしてなりがちなんです。しかしその考えは少し考えなきゃいけないんですね。というのはここに入ってくださっている聖霊は、パウロに宿った聖霊も私たちに宿っている聖霊も全く同じなんです。一つの御霊なんです。そして聖霊は人格を持っているんですね。人格を持っている。これが単なる命であるならば、得たら自動的に出るはずです。でも聖霊もまた人格を持っているんですね。ですからここに入ったから単なる命じゃなくて人格なるお方ですから、ここ無理やり突き破ることはできないんです。なんか私っていうものを抜きにしてやることはできないんですね。そこでパウロはこう言いました。聖霊を悲しませてはならないと言いました。悲しむっていうことは人格があるからですね、まあ神格っていう正式、まあ、人格にしましょう。悲しませるっていうことは閉じ込めてしまうことです。閉じ込めてしまうこと。
聖霊を悲しませることに超えたことがあります。私の内側に宿っている聖霊は不十分だから、もっと聖霊をいただかなきゃいけないっていうならば、聖霊は悲しむと思いますね。例えば妻は助け主だ、助ける人だっていう聖書に書いてますね。そうすると自分は結婚してここに妻を持ったんです。妻を持ったけれども、どうも私は力強く生きることができない、もう一人妻をもらわなきゃっていうのとですね、似てきませんかこれ。あるいはこの妻じゃダメですね、もっとちょっと取り替えて、もっと強力な妻をいただいてですね、私がこのように立派に生きることができるならばっていうのと同じになりませんか。そうしたら妻は悲しみますよね。すっごい一番の悲しみですね。でもここに妻をいただ、この助け主いただいた、もう私じゃなくてこの助け主によってくださったんだから、この方に相談して、この方に働いてもらって、何とかしてって言ったら、これは喜びますね。自分がここに来た価値があるし、働きがいがあるわけです。そのようにして考える。だからここで聖霊に対するですね、間違った考え、これを持ってしまうときに、これは聖霊をください、聖霊をくださいっていう形になってしまいます。ただし例えば癒しっていうのが必要なときに、あるいは悪霊の追い出しが必要なときでもそうですけれども、そのときに聖霊なる神様っていう頼んでいく、そのときにはある面で上からっていう表現でもいいと思います。いいと思うんですね。でも私たちが神様の子供として生きるっていう時には、上からっていうよりもむしろ内側にもう与えられている御霊なる神様、その神様との私との正しい人格関係、付き合い方、これを中心に考えていかないといけないんですね。そのことを覚えてください。そして今度はこのそれらのこと、どうして私たちはこの神様の子供となったけれども、ここから生きることができないのかということ、そのことに直面しているのは私たちだけでありませんでした。実はパウロっていう人がですね、そのことにものすごく直面したんです。そしてパウロがこのことを戦ったんです。そして書いてくださったのがローマ人への手紙なんですね。特に1章から8章まではこのことの明確な救いについてのこのプロセス、あるいは論理っていうんでしょうかね、そのことを明確にまとめてくださっているんです。こっちの本に、もう一つの絵の方に行きます。ここにこのローマ書に入る前にもうちょっとここを説明します。今度先ほどのはですね、こちらにここに命がなかったんですね。ここのところは今度は肉の人と霊の人っていう形の分け方をしました。ですからここのところに命はあるんです。同じ命を持っているんです。本当はここのところをですね、消さなきゃいけなかったんですけど、ちょっと分けてはいけないんですね。ここのところ消さなきゃいけないんですけども、ちょっと失礼しました。同じ命を持っているんです。しかしある人は本当に御霊によって生きる、ある人はクリスチャンになって神様の子になったけれども昔と同じ生き方をしているっていうことがあります。ではどうしてそこが違うのか。そこでここの救いのところからまず振り返ってですね、ローマ人への手紙を開きます。ローマ人への手紙です。その前に使徒言行録の9章から入ってきます。新教訳聖書ですと229ページになります。使徒言行録、使徒行伝ですね、使徒の働きの9章、サウロの体験、歩み方っていうのを見ることによって、ここのところをよくわかるので、ここから入ります。まず9章に入りますと、サウロの改心、まだパウロとは言ってませんでした、サウルでした。
彼はベン・ガマリエルの下でこの律法を学んだ人で、本当によく誰よりも精進して誰よりも熱心に主に、この神様に仕えようとした人でしたね。自分からもそのことを告白しております。そして彼はある時にダマスコに書状をもらいに行きました。当時ユダヤはローマ帝国の支配になってますから、死刑をするとか裁判をするっていう権利がないんです。ローマのに伺いを立てて、そこから書状をもらわないとできなかったんです。パウロはクリスチャンたちを迫害するためのその書状、あるいは殺してもいいっていうところまででしょうか、それは分かりませんですけれども、それをもらいに行くときに突然9章の3節に、ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは血に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。ここでサウロはイエス様と出会います。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされると言って、その時にパウロは目が見えなくなるんですね。見えなくなるんです。そして実節に手を引いて引かれていきまして、ダマスコの近くでしたからダマスコの町に入ったようです。アナニアという人を弟子がおりまして、神様がアナニアに語りかけたんですね。サウルという人はこうなっているから、あなたはそこにいてですね、彼のために祈りなさいと言われました。とんでもないです、あの人は迫害者ですからと言ったんですけれども、でも彼はですね行って祈った。そうしたらどうなったかというと、それはこのパウロがですね、この17節の途中から、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのですと書いてます。するとたちまち目から鱗が落ちて、目から鱗っていうのはですね、ここから出てきてるんですね。そして彼は洗礼を受けて食事をして元気を取り戻すんです。その後すごいですよ。サウルは数日の間ダマスコに滞在し、弟子と一緒にいて、すぐあっちこっちの街道で教え始められるんです。イエス・キリストが主だっていうこと、この方が私に出会ったっていうこと、この方は復活してるっていうことを語り出したんです。それはですね、パウロはすっごい勢いで語ったはずなんです。そしてさらに22節に、しかしサウロはますます力を得て、イエスがメシアであることをダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。ここでもう迫害が起こってるんですよ。でも迫害されてるにもかかわらずですね、ますます力が溢れて述べ伝えたんです。そして次の方に行きます。あまりの迫害がひどくて、城壁から吊り下ろされてですね、難を逃れるってところまで行きました。そうして26節に注目してください。26節、サウルはエルサレムに着き弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウルを連れて人たちのところへ案内し、サウルが旅の途中で主に出会いってこう言いますね。ここのところ注意しなきゃいけないんです。それは25節と26節の間に何年も何年もの時間の経過があるってことなんです。この使徒言行録をそのまま読みますと、すっごい迫害された方法の体で逃げることができた。そしてパウロはエルサレムにいて使徒たちに出会って、そこで滞在して何かしたってですね、そんな風に読み取れますよね。でもそうでないことが聖書の中に書いてあるんです。どこに書いてあるかっていうと、ガラテヤ書の1章と2章です。ガラテヤ書の1章と2章、ガラテヤ信徒への手紙の1章の16節から、1章の16節から、御子を私に示して
その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたとき、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、こう書いてるでしょ。すると自分はすぐ決断して神様したかっていうことを血肉に相談しない決めたんだ。そしてやったんです。奇跡も起こったと思います。でも十何節にエルサレムにすぐに登っていかなかったと言ってるんですね。そうとこの使徒言行録の9章の16節のところにはすぐ行ってないってことですね。彼はむしろアラビアに退いた。しかもそれは18節にそれから3年後って書いていますから、これは3年間ほどアラビアの方に退いたってことにもなります。退いてどこかにいてのかもわからない、それはわからないですよ。でも明らかに3年間は退いていたと書いています。そして3年後にケファペテロと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間だけ滞在したんです。2週間だけ滞在したんです。そしてそこでどんな話をしたかはわからないんですけれども、その後21節にその後私はシリアおよびキリキアの地方へ行きましたと書いてます。ここは後で出てくるアンテオケの方ですね。パウロはアンテオケから使わされましたね。ということはその後パウロはアンテオケ、このシリアイスラエルの北部です、北部の方で伝道していたし、そこで教会どこまで作ったかわからないですけどもですね、そういったような働きを明らかにしているんです。だからパウロは信頼されてこの世界宣教にアンテオケから使わされていくんです。そしてさらに2章に入りますね。2章その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。使徒行伝のこの9章の16節がもしかしたらこの2章の1節なのかもしれない、あるいは1章の18節なのかもしれない。多分私は1章の18節ぐらいがですね、使徒言行録の9章の16節になるんじゃないかと思ってます。いずれにしてもパウロは3年間退いて、その後14年間過ごしてます。17年間過ごしてるんです。でもなぜあれだけのパウロが17年してから、言うならば正式の使徒としてっていうでしょうかね、公に使徒としての働きをするのに17年もどうしてかかったのかと思ってしまうことがいっぱいあります。そこでこの私自身はこの思うのはですね、ここからローマ人への手紙を開いてほしいと思うんですけれども、この17年間っていうのがあったからこそ、実はこのローマ人への手紙が書けたんじゃないかと思います。そしてローマ人への手紙っていうのはもちろん聖書の中で4つの福音書、これは際立って重要なものです。なぜならば旧約聖書が成就したようにイエス様が肉体を来られて、イエス様が語り、イエス様が御業をし、イエス様が奇跡を起こし、イエス様が十字架に復活に昇天って、イエス様の直接の言葉と行動がですね、克明に書かれているから。聖書の中心は私について証しをするとイエス様が言ったように、やっぱり福音書はこのダントツにっていうんでしょうかね、重要なものになります。そしてもし新約聖書の中において福音書の他に何か一つあるならばっていうならば、やっぱりローマ書です。コリント書がもしかしたらなくても、私たちは救いとのことがわかる、あるいはエペソ書がなくて一つなくてもわかると思います。でもローマ書の特に1章から8章、これがなかったならば私たちはもっと混乱してたと思います。福音理解というものにおいて
そこでローマ書の中に入っていきましょう。実にこの17年間ということをパウロはやはり苦闘していたということがわかるんです。苦闘したんです。で、苦闘した自分自身の体験を踏まえて救いとは何かということ、そのことを明確に克明に私たちに書くことができたんです。まずローマ書の1章1節からは挨拶が書かれております。私は使徒とされたものだということです。そして次にはローマを訪問したいということが書いてますね。新教大学聖書はとても素晴らしい恵みをいただいているんです。それはこの書き出しのところにですね、このなんていうか見出しがついているということなんですよ。これは私自身にとってもそうですけれども、聖書を読むときにとっても役に立つんです。そして1章の16節から福音の力を書いてますね。まさにこの今私に与えられた福音というもの、グッドニュースのこの力はですね、ギリシャ人もユダヤ人も何もない全ての人を救うことができるものなんだ、これを一言で書きます。そして1章の18節から1章の18節から、ところがここから人類の罪ってこう書いています。そうです、パウロはここからですね、現在これについて書くんです。ここです、ここからに閉じ込められている人間の姿について書いていくんです。要するに肉で生きる、土の塵で生きる人間の姿について書いていくんですね。その時にパウロはここで一つの言葉を何回も語りました。それはこの神様を信じないっていう罪なんです。一章の18節から、信じないっていう罪、信じない罪っていうのはどういうふうな結果になるかって言いますと、24節に、そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられってこう書いてますね。任せられ、次の26節にも、彼らを恥ずべき情欲に任せられました。さらに28節に、神を認めとしないので神は彼らを無価値な思いに渡されってこう書いてます。パウロ何が言ってるかというと、神は手を出すことができないと言ってるんです。人間に対して罪、手を出すことができない、なぜならば信じないからなんです。私を神としないから、私は手を出すことはできないんだ。だから任せておいて、彼らがその結末を見て私の方に来るしか、待ってるしかないんだっていう、その神様との人間の関係をここに書きます。そして2章に入ります。ローマ書の2章に入ると、神様はやはり正しい判断をされる方だと書いてるんです。任せられたからそのまんまでいいっていうんじゃなくてですね、私たち一人一人にして神様はきちっと判断される。なぜならば神様は私たちをですね、天国に入れるために選ばれたんです。そして愛っていうのは正しさと清さがなければ愛は成り立たないんです。だから神様は罪を裁かれるっていうことを明確にします。今度は17節から、2章の17節から、ユダヤ人と律法ってことを書いてますね。そうすると、この当時は最初はユダヤ人の街道で教えたりなんかしてましたから、ユダヤ人たちがとても神様のところに来ました。そしてある人たちはですね、このユダヤ人たちは、でも私たちは古くからずっと律法を守ってね、神様の教えをすごくすごく聞いているんだと。だから、と言って、そういった律法によって救われるユダヤ人、そういった人たちを持ってきます。しかしパウロは律法によっては救われないんだよっていうこと、このことを3章の8節まで、この2章の終わりまで説明します。そして3章の1節からは、ユダヤ人はダメだと言ってるんじゃないんですね。ユダヤ人っていうのはものすごく大切なものを委ねられた民族、先民なんだよっ
というふうにしてユダヤ人に対してまたこの思いをですねここで語っていきます。そうして3章の9節からここからこの救いについて書きます。ここの救いですね、現在からの救いについて書きます。まず実節に次のように書かれてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、義人一人だになしっていうことを書き始めますね。そして人間のか誰もですね悟って自分から神様の子に来ることができる人なんか誰もいないっていうことを書きます。そしてこの3章の21節からはここはとても有名なところです。ところが人間はどうしたって救われない、どんな方法を持ったって救われない、この世のあらゆるものを満たしたって救われない。そして21節にところが今や立法とは関係なく人間の行いとか良さとかそういったの関係なく、しかも立法と預言者によって立証されてってことはですね、立法関係ないっていうんじゃないんですね。立法で言われた通りにって言うならば、旧約聖書を語られた通りに神の義、神様の救いが示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義、要するにその神様の救いっていうのは神を信じるってこの一点なんだと、この信じるっていう一点によって救われるんだとパウロはここで言い始めるんですね。そこには何の差別もありませんよ、すべての人、ユダヤ人もローマも日本人もすべての罪を人が罪を犯して神様の栄光を受けられなくなってしまったんですよ。でも神様は24節にただキリストイエスによる贖いの技を通して十字架を通して神の恵みより無償で義とされる、ただ信じるだけでイエス様の贖い、イエス様が私たちが救われるように全部やってくださったから、それを受け取ることによって私たちは救われるって、ここは信仰義にっていう言葉ですねを言います。そして今日のメッセージの題の最初は信仰の法則ってことでした。27節にでは人の誇りはどこにあるか、それは取り除かれました、どんな法則によってか、行いの法則によってか、そうではない信仰の法則によってです。信仰の法則、信仰の法則、ここをもう一度見ましょうか。信仰の法則っていうのはこれはですね、どうしたって、こっちからこういくら絞ったって人間は救われない、ここの命を作ることはできないってことなんですね。でも信仰の法則はこのイエス・キリスト、イエス・キリストが私たちに命を与えるあらゆる手はずを整えてくれた、それはイエス・キリストがここのところを解決してくれたんだ、だからこのイエス・キリストを信じるときにここに私は命を持つことができる、これが信仰の法則。あ、大丈夫です、こうですね、神様のイエス・キリストによってこういうふうにここに行いによらずにイエス・キリストを信じることによって命を持つことができる、これが信仰の法則なんだと言いました。4章に入ります。ローマ人へ4章、信仰の法則を説明するためにパウロはアブラハムをここに登場させます。アブラハムはどういうふうにして救われたか、要するにイサクがいなかったんですね、子供はいなかったんです。あの子供は永遠の後継ぎっていうふうにしておいてもいいと思うんですね。で永遠の命っていうふうにしてイサクを置き換えてもいいんです。あとアブラハムは100歳になっても神の子は与えられませんでした。
サラも90歳になっておりました。人間的に100歳まで待たせたっていうのはですね、この言い方でならば 100% 人間の可能性はゼロ、 100% 神によるっていう、その100歳として理解するといいんですね。その時はどうしてそれを与えられたかというと、創世記の15章、アブラハムは神を信じたその時に義とされたと書いてますね。だからユダヤ人たちにとりましては、アブラハムダビデって言ったら絶対なんです。ですからアブラハムも信じる信仰によって救われたんだ。行いはもうついてこれなくなってたんだよ。100歳にもなって90歳にもなってということを証明するために、信仰によって義とすることをアブラハムを持ってきて弁証するんです。そしてさらに、この神様は私たちですね、約束されたんだよということを書きます。さらに5章に入ります。ここにも信仰によって義とされるということを書いていくんですけれども、イエス・キリストをですね、私使わされたということを書いていきます。そして12節に入ります。5章の12節、ここでまたパウロらしいですね、弁証法を持ってくるんです。どういったことかっていうと、アダムとキリストを持ってくるんですね。要するにアダム一人によって全人類に罪が入り込んできた。だとするならば、その逆もかなりなんだと。一人の義人がいるならば、一人の義人を通して全ての人に義が入っていく、これだって可能なんだと言うんです。まずアブラハムにおいて信仰によって義とされる。アダムとキリストっていうのを持ってきて、アダムから罪が入ってきた。それと逆に、一人の義人イエス・キリストによって全ての人に義っていうものが与えられるんだ。そのことを弁証する、説明するんですね。そしてここの5章のおしまいまで、5章のおしまいまでを一区切りにして読むといいんです。ここまでのものは現在からの、ここの救いです。この救い、現在から救われて神の異なるっていうところまでの救いについてパウロは私たちに書いているんです。それではちょっと止めていただいて、切っていただいて